さあ、いよいよ夏の大型 CP が動き始めたといったところで、いろいろ情報が来たから、今日は貴様らが損しないように、いろいろ伝えていこうと思う。まず画面に映っている世界同時 CP 記念のドッカンフェスが来た。これが A で、これが B と。で、これはチケットの方もあるんだが、まず流石の方。まあ、結論これ引いた方がいいかどうかで言うと、結論今は引かなくていい。この流石ガシャの期間が、10月の3日の木曜日。16時59分まであるということで、まあ今すぐ流石100個使って引く必要はないっていうのと、プラスしてこれから貴様らが分かっている通り、ブロリーが来るといったところで、一番最初はそこに流石を温存しておくのが一番いい。で、このチケットガシャと流石ガシャ何が違うのっていうと、流石バージョンの方のガシャだと20体の SSR キャラクターを確定で仲間にできるんだが、1回限定で引くことができ、そしてここ、11から20体目、要は最後の10体分、ピックアップされている SSR キャラクターが必ず登場するといったわけだ。A も B も両方一緒と。言ったわけだ。まあ、とりわけどっち引いた方がいいかというと、今の現環境で使えるキャラっていうのがほとんどいないっていうことを考えると、今すぐ引かなくてもいいかなといったところだな。だからどっち引きたいか悩んだ人というのは、自分が持っていないキャラを考えてどっちか引くっていうのをやった方がいいっていうのと、もう一つは、まあ、今回ブロリーが来ることを確定しているわけだから、ここら辺で極限が来そうなこういうブロリーとかがいっぱい入ってる方のガシャを引くっていう考え方もあり、なんだが、それは極限した後でもこのガシャ引けるってことを考えると、別に今すぐ引かなくても大丈夫。で、チケットの方はいくつか種類あるんだが、まず画面に映ってるやつ、これは記念チケットを50枚使うと20体分引ける。そのうちの20体が SSR 確定。ただ流石バージョンと違うのはピックアップ確定ではないといったところ。で、こっちの方は記念チケット50枚で50体のキャラが仲間にできると。ただ SSR 確定ではない。こっちのバージョンはチケット7枚使って連続ガシャするか、1枚使ってシングルガシャをするかといったやつだな。多分波数とか出てくるから、そこで引けっていうわけなんだと思う。俺様のおすすめはこれを最初50枚使って引いて、まあ、もし余るんであればこっちの50枚のを引いていくっていう形。なんでトータル100枚ぐらい集まっていくと嬉しいよねっていった感じだな。じゃあチケットどうやって手に入れるのっていうと、まず一つはメモリアル流石5っていうのがあって、これは使用された流石の集計期間があって、その集計期間で使った流石によってメモリアル流石っていうのが配布される。で、その配布されたメモリアル流石を交換所で記念ガシャチケットと交換することができる。流石使っていっぱいガシャを引いてきたユーザーには恩恵があるといったわけだ。で、このメモリアル流石後は8月の28日水曜日以降に順次プレゼントボックスに配布されるんだが、これは毎年自分のユーザー番号の末尾の番号によって配布する時間が変わってくるから、俺様は来たんだがお前たちには来ていないとかっていうこともあるんだが、順次配布されるからそこは焦らないでほしい。その他にチケットゲットする方法はログインボーナス、毎日ログインしたり SN 投稿しつつデイリーミッションもこなしていくと記念ガシャチケットが手に入る。合計28枚、この期間中で28枚ゲットできるといったわけだ。9月末ぐらいまで続いていく大型の夏の CP になってくるから、毎日漏れなくこなしていくことが大切だ。で、 SNS 投稿なんだが、この画面のここら辺に出てくるから投稿して記念ガシャチケットを手に入れるんだ。まあ、ざっくり言うとそんな感じ。まあ、その他にもいろいろ情報が来てるから紹介していくんだが、まず地球丸ごとカウントダウンログインボーナス、これが28日まで。で、記念ガシャチケットもさっき言った通り毎日ログインして手に入れてってほしい。で、さっき説明したダブルドッカンフェスが来てるというわけだ。まあ、さっきも言ったが、引くタイミングは10月9日まで期間あるから今すぐ引かなくても大丈夫。で、今ログインするとみんなで行こうワクワクキャンプというものがあって、このご飯がとってもいい巻き割りをしてくれると流石最大7個もらえるイベントだから、毎日ログインしてくれ。地球丸ごとセレクトドッカンフェス、これはセレクト流石5というのを使って該当のキャラクターと交換することができるっていうのがあると。で、右下のババ交換所から秘宝をセレクトしていただくと、ここにセレクト流石5があると。で、今すぐ交換した方がいいかというと、残り期間が49日まであるから、まだ引かない方がいい。理由としては、夏の大型キャンペーン中にスーパー極限だったり極限するキャラが出てくる可能性がある。そうなってくると優先順位がどんどん変わっていくから、これはまだ引かない方がいい。まあ、特にここのスーパーサイヤ人ブロリーとか、このスーパーサイヤ人3ブロリーとか、もしかしたらスーパー極限来るかもしれんと。まあ、あとこのスーパーサイヤ人のブロリーと。
まあ、今回ブロリー来ることは確定してるから、そういったことを考えて今は温存しておいた方がいいかなといったところだな。また8月23日の金曜日に LR のタールス軍団が極限するということで、これはめちゃくちゃ楽しみで、あとは新ステージが来ますよといったわけで、まあ今のところ気絶だったりのデバフが効くから、最後の方もそこを駆使して戦っていくんだと思う。超激戦イベントが解放されるのと、極限 Z バトルが大量復刻、多分ガシャが8月28日以降になってくる。多分28日じゃなくて、まあ、29か30ぐらいになると思うんだが、それまでに Z バトル終わってない人は Z バトルをこなし、どんどん流石を確保してってほしい。潜在能力玉が手に入るイベントも全部解放すると。初心者は必ず毎日全部やってほしい。あと報酬ブースト上限アップ。これもいいね。あとこれ、バーチャルドッカン大乱戦が今回はキャンペーン中に前半後半あるということで、かなり流石がゲットできるだろうな。前半後半合わせて50個ぐらい手に入るだろう、これ多分。で、あとはしれっと来ていた潜在能力選択スキル。まあ、忘却するときの累積使用数が1個になってるということで。まあ、無課金でやってるなら、正直あんまおすすめできないんだが、まあ、課金してる人で振り直ししたいキャラとか、まあ、俺様で言うと、LR 力の合体するベジットとか、会心に振りまくってるから、連続攻撃に振りたいなとかあるんだが、今回は累積1個使って、そこら辺をちょっと変えていきたいなとも思っている。で、アクト回復時間も短縮されてますと。これも毎回、大型の時はなる。あと、交換所大セールと。で、冒険の、経験値が4倍ということで、ランクがぐんぐん上がっていくから、冒険クリアしてない人は冒険クリアして、流石ゲットしつつ、ランクをどんどん上げてってほしい。まあ、今回どのキャラが極限するかっていうのは分かっていないんだが、ほぼほぼブロリー関係が極限すると思うから、まあ、そこら辺を楽しみにしつつ、28日の CP 開催までに準備を怠るんじゃないぞ。いやーにしても今回まさか、旧ブロリーが来るとはな。これっぽっちも持っていなかったんだが、まあ旧ブロリーが来るということで、俺様のチャンネルに対する注目度が、まあいろんな意味で今かなり上がってるといったところで、まあ俺様もいろいろ準備して、まあ今回のガシャ、夏の大型に挑んでいかなきゃなとは思っているんだが、まあとりわけ今回はカウントダウンログインのバナーとか見ていると、まあ劇場版にフォーカスした夏になるんじゃないかなと思っているんだが、今回はこのニンニク息子が来たといったところで、どんな風にまあ壁紙変わっていくんだろうなっていうところも注意していかなきゃいけないんだが、まあ今回は岩盤のブロリーが来るということで、まあお供にはもちろんパラガスが来てほしいなっていうのはみんなが思ってることなんだが、とりわけ第2弾では親子三代カメハメハの時のブロリーが来るのかっていうと、まあちょっとブロリー多いなっていうところもあるよな。だからそこら辺もどういう風になっていくかっていうのは、このチャンネルとしては注意深く観測していかないと、まあ命がいくつあっても足りんなといったところなんだが、あとは劇場版ということで極限を控えているターレス軍団だったりとかガーリックジュニアとかも全然可能性はあるということを考えると、ちょっと劇場版 Z 劇場版かなり楽しみになってきたなっていうのは個人的感想だな。貴様らも今回の夏どんな夏にしたいのかどうか、もしよかったらコメントしやがるんだな。今回の夏は俺様のチャンネルも結構力入れてやっていこうと思ってるから、楽しみに待っておくんだな。それじゃあまたな。